どうもすみません。えー、今週はファルコンステークス、阪神大商店、スプリングステークス予想の動画を上げたんですが、こちらの方はフラワーカップの予想になります。えー、上の方から素質、これは僕が勝手につけた素質ランクです。続きまして、手広く、これはこの辺までは来る可能性あるかなっていう馬たちをコース、騎手、出来、いろんなことを考慮して強弱をつけた形になります。今回に関してはやっぱりこの3歳牝馬っていうのは展開とか、いろいろ。 何が起こるかわからないので全くないっていう馬はいないっていう判断になりました、えー、続きまして印こちらの方が僕が絞った印です、えー、本命はラブリアモンにしましたあのこの動画を見てくださっている方だと聞いたことのある馬だとは思うんですけれども僕はものすごい好きな馬なんですよね初重賞の時っていうのはちょっと僕はあんまり 思い印はつけてなかったんですけどもパドックでバタを見た時にこのまま強いなっていうふうに思いましてそれで実際レースでもうあの中山のレースだったんですけれども追い込んで届かずでしたがいい足を繰り出してましたであのその次のレース東京の時は僕は本命を打ったんですけれども外枠を引きましてそれで。 なんか工夫をするような競馬をすれば外枠も克服できたかもしれないんですけれども大外分回しみたいな形でそれですごいいい足を使って伸びてきてその時はまだ人気なかったんですけれどもその末足を見て今回はある程度人気するようになっちゃったかなっていうところがあって強いってことがバレちゃっただけの競馬だったんですけれどもであのその時の馬場っていうのが。 外を回った馬が全然伸びないような馬場だったんですよね。そんな中でああいった競馬ができたということは自力の証明でもありますし今回まだ、あのー、人気といってもその言っても3番人気だと思いますので多分4番人気、3番人気その辺に収まると思いますのでなのでまだ狙い目の範疇かなっていうふうに思います。なのでラブリア 単服で行きたいいと思います基本単服で行ってそれで余裕があったら生まれんとワイドで流すみたいな感じですねであのー、この馬に関してなんですけれども桜花賞となるとある程度中断もしくは後方に控えて末足を生かすような競馬をしないと通用しないと思いますなんですけれどもここのメンバーですと まあこの程度のメンバー、しかも中山コースですんで、そこまでタフにはならないと思いますんで、なので、もう、再打ち枠引いたんですから、もう、3、4番手、その辺につけるぐらいの気持ちで、ポンと出して、内打ちを通ってきて、それで直線、向ききってから外に出すような、そういったような、落ち着いた競馬をしてくれればなというふうに思いますもしかしたら、うちがぽっかり開く可能性もありますしっていう感じですね。でえー 大賀賞で通用するかなっていうような馬っていうのはこの中ではラブリアモンだけだと思いますなのでラブリアモンに関しては武士沢騎手ちょっと2戦続けて結果残せなかったんで今回は結果残さないといけないと思いますね武士沢騎手は僕はあの過、ー、小評価されている騎手とは思うんですけれどもそれで応援している騎手ではあるんですけれどもただその 大一番、こういったような重症とか、そういったところではいいところがなかなか出ないので、なので、今回は頼みますよっていう感じですね。もう馬の能力は間違いなく、ここでは1番手、2番手なのは間違いないので、なので、結果を残してほしいです。オークスでもラブリーアモン、いいとこあると思います。有力馬の一頭になってくると思います。続きまして、フェイズベロシティ。 フェイズベロシティはですね、あのー、新馬戦で馬体見たとき、素晴らしいなっていう風に思って、雰囲気がもういいんですよね。やっぱり、血統背景に、多分あれですよね、確か、エアグルーブ入ってますよね、エアグルーブの血統ですよね。で、それで、あのー、いい感じで瞬発力がありますしためればいいところがあるっていう感じですね。 ちょっとラブリアモンとかに比べるとあんまり道中タフになったりだとか雑に乗ると直線であらあらってなりそうなイメージはあるんですけれども丁寧に足を溜めれば切れるいい足を使えるタイプですんでまあ土崎騎手今まで乗ってきてて分かるでしょうし内枠も引きましたんでなのでそうですねいい競馬ができればっていうところですね。 うまく進路が空いていい競馬ができればキレを生かせればっていうところがあってもう本当その単純な能力比較でいくとラブリーアーモンの方が上とは思うんですけれどもただ乗り方一つでそのキレという意味ではフェーズベロシティなかなかいいところがありますんで桜花賞で通用するかどうかはともかくここならラブリーアーモンとそんなに大きな差はないかなっていうところがありますね。続きまして、 エンジェルフェイスエンジェェルフェイスはちょっと1番人気2番人気しそうな感じですねあのこの馬は追い切りの雰囲気とか見ててもいいですねなんか柔らかいですしスケールもなかなかでかいかなっていうところはあるんですけれどもなんですけれどもその前走っていうのは花切ってたんですよねそれで一人旅でそれでつついてくる馬もいなかったという感じで。 それがもうベラボーに強い競馬をしたかというと他の馬たちがついてこれないやっぱ未勝利戦でしたんであの力差がありすぎたがために1頭でスイスイ行けたっていうところがありましたんでなのでこれがまた絡まれたりだとかあとは2番手3番手に控えなきゃいけなくなった時にそういった時にこの完成度のまだ低い状態でどれだけ競馬ができるかっていうところだと思います。 サンデー・サイレンスが入ってないんですよねササンンデーサイレンス入ってないんでなので控えた時の瞬発力がどの程度かっていうのはまだ相手によってどうなってくるかわからない未知の世界ですんでなのでちょっと人気しすぎかなっていうところはありますねまあでもここの中では有力馬の一頭であるのは間違いないと思いますね福永騎手がうまく立ち回ればっていう感じですね えー、続きまして葵サンシャイン葵サンシャインはですねあのんか前走ルメール騎手が東京で乗って勝ったんですけれどもその時っていうのは単純に前から行けてたから有利みたいな勝ち方ではなくて、まあ、ルメール騎手が丁寧に乗ってたっていうのもあるんですけれども。 後続が追いついてきたときにそこからまた落ち着いて末足を繰り出せたっていうなんかなかなか内容のいい内容でしたね例えばその馬群の中で足をためただとかそういったような形でもないですし後ろの方から末足を生かしたっていう形でもなく先行してそれであの馬場のいいところを外面出してそこからまたゼロから足を使ったみたいなところもありますんで。 なので単純に展開だとかあとは乗り方が素晴らしかったからだとかそれだけではあの片付けられないような内容でしたんでなかなか芯のあ,るありそうないい馬ですねこの馬。でそれで休み明けだったんですけれどもひとたたきでしまってくるでしょうしどちらかというと東京よりかはこういう中山みたいなコースの方が合いそうなイメージがありますので道中ペースが流れるようなところで。 あの他の馬たちがある程度コーナーで足を使うような競馬の方が合うと思いますんでなのでちょっと面白い存在かなというふうに思いますねあのパドクの気配次第ではあのもうちょっと印上げる可能性はありますねこの馬は続きましてルフォールあのルフォールはやたらと人気してますけれどもちょっと前奏その 前残りの展開で後ろからいい足を使ったということで人気してるとは思うんですけれどもあれに関してはちょっとあのやっぱり東京コースっていうのはコーナーでタフになりにくいコースなんですよね直線まである程度足がたまりやすいようなコースではありますんでなのでああやって直線勝負 で伸びてきたというのはルフォールがまだパワーがつききってない完成度の低い状態でそれで素足だけの競馬をできたから伸びたっていう部分も大きかったと思います。で今回はやっぱりコーナーである程度流れますしある程度他の馬たちのペースに飲まれたりだとかした時にそういった時にどこまで競馬をできるか試金石みたいなところがあるんですよね。で 前走のイメージで前走の末足のイメージで今回も必ず伸びてくるみたいなイメージを持つとしたらそれはちょっとよくないかなっていうふうに思います。今回はまともに他の馬たちの競馬に飲まれる形でえ末足を繰り出すことになる可能性が高いのでなのであのまともに競馬をして末足を繰り出せるかどうかは。 現時点ではどうかかわらもあの追い切りで追い切りというか調教で格上馬をあおるぐらい動く馬ですしあとはその馬体面からしてもあんまり見栄えは良くないんですけれども無駄のないシュッとしたいい筋肉してますんでなので今後は注目の馬の一頭ではあるかなっていうふうには思います。 ただすんごい大物っていうわけではないと思います。続きまして、えー、青いプリンセス。青いプリンセスは、あの、東京の方で、なかなかしぶとい、いい足を繰り出してましたね。結構、その、いい感じで体を使える、脚力もなかなかいい馬ですんで、なので、東京、 だから良かったというわけではなく多分あの中山とかかでもいいいい足を使えるタイプかなという,ふうに思います逆にそのやっぱりメンバーが揃ってくるといい末足を繰り出すような馬増えてきますんでそんな中でこうやって中山の道中ペースが流れて、えー、それで他の馬たちが足が上がりやすくなるようなコースの方がもしかしたら末足がはまる可能性はありますんでなので。 えー、うまく立ち回って足を貯めれれば一発あってもおかしくないかなっていうふうに思ってます。まあ練習したクラスっていう感じですね。続きましてペルソナリテあのペルソナリテは前走あの東京で東京の重賞で人気したんですけれどもまあ僕は戦前から思ってたんですけれどもこの馬はどちらかというと道中ペースが流れる右回りの方がいいかなっていうところがあって自力だけでスパンと切れるタイプではないので。 なのであの他の馬たちが止まってくれるような右回りの方がいいと思います。で今回右回りに変わりますんでいいところがある可能性あるかなっていうふうに思います。あの本当だったらもっと思い印つけたいんですけれどもなんですけれどもちょっとその追い切りの雰囲気とかがそこまで一時期と比べるとよくはないのでなのでパドックの気配次第で。 上に上げるかどうか決めるみたいな感じ、で勢を抑えという評価にしました。えー、続きます。月火後、月火後はですね、あの中山で早めに前走先頭に立ってそれで押し切ったんですけども、後半段だったと思いますね。この馬はそのあんまりためてもピリッとした足がないので、ある程度コーナーで勢いつけて回りたいところがあると思いますね。で。 それで前走は背面先頭に立ったとっいうのがよくて今回もしコーナーで他の馬たちとまともにやり合うような展開になった時にちょっとでもストレスがかかった時にどこまでやれるかっていうことでちょっとエンジェルフェイスあたりよりかはスピード的に劣るかなっていうところがあって今回は思い切って消しました。まあ、まあ基本的にはそのラブリーアーアモンドの単服なんで、 あの来てもしょうがない。やっていう感じで消した感じですね。悪くはないと思います。疑、え、問、ー、部疑問文は？強い競馬して前走外回っていい？競馬したんですけれども、阪神の方でなんですけれども、ちょっとメンバーが弱かったのと。あとはその？時計も遅かったですね。時計が前半1分1秒台ぐらいで、それで後半。 上がりが早ければよかったんですけども後半がさらに遅い1分2秒前後ぐらいで上がってきてますんでなのでレベルとしてはちょっと疑問が出るタイプですねでまあ、でも馬体面はそんなに悪くないので時計のかかるような馬場だったらいいところあるかもしれないんですけれどもちょっと急に中山に代わってメンバーが強くなってどこまでやれるかっていうところですね。 ああいう競馬ができたということは素質あるかもしれないんですけれどもなんですけれども今のところはちょっと疑問がっていう感じですね。ビブロスはちょっとなかなかいい素質はしてるとは思うんですけれどもちょっと完成度がまだまだだなっていう感じで前走なんかも楽な競馬してたんですけれどもそれでも伸びきれなかった辺たりにもうちょい待った方がいいかなっていう感じがあります。 来る可能性はあるとは思うんですがっていう感じですね玉砕的に行ければラルクラルクはまだ相変わらず人気してますね僕はもう本当あの最初初勝利の時っていうのは竹井隆樹がもう本当うまくギアチェンジして丁寧に乗って突き放した感じでもう本当道中危うい感じでなんか追いつかれそうになったりだとか反応が悪かったりだとかいろいろ 危ういところがあったんですよその辺詳しくビデオを見てもらえれば分かりますけれどもなので初戦は武豊騎手が勝たせたみたいなところがありましたんで追い切りですごい動く馬なんでまあ半年後1年後にちょっと変わってる可能性はあるんですけれどもただ現時点に関してはもう本当あの過、ー、大評価されてる馬ではあるなっていうふうに思います。 ただ、その武豊騎手は乗りますし、思い切って逃げたりだとか、あの、玉砕的な競馬をした場合には、中山なんで可能性はありますよっていうことは言っておきますね。すみません。ウィンクル・サルテは、ちょっとですね、あの、ここの、ここだとメンバー強いと思いますね。えー、エテルナ・ミノル。エテルナ・ミノルはダ、ダートで勝ち上がった馬ですね、確か。 あのちょっとふわっとするところがあるのと馬体的にもダートの方が現時点ではいいかなっていう感じがありますんでなのでちょっと厳しいかなっていうところはありますうまくうちの方で足が溜まってそれで他の馬たちが走らなければっていう感じですねカジノクイーンカジノクイーンもなかなか馬の形はいいので条件戦なら可能性あるとは思うんですが どちらかというとこの馬はダートの方がいいかなっていうところがあります。えー、続きまして「ゴッド・カリビアン」「ゴッド・カリビアン」は中教でいい足を繰り出したんですけれどもちょっとその機敏さに欠くところがありますんで左回りで勢いつけて回れたのも良かったかなっていうところがあって今回中山だとある程度他の馬たちが止まってくれるような展開で この馬もスムーズにに勢いいいいつけて回れ,ればうう程度かなっていうふうに思います。ただ後ろから行ける馬なんでなので展開によってはあるかなっていうふうに思いますコードカリビアン。藤政アクトレスはあのそんな悪くないんですけどもやっぱちょっと体がないというかパワー負けするところがありますんでなので繁殖とかだとそれなりにいい感じになる可能性はあると思うんですが。 ちょっと現時点ではもうちょい成長待ち、もしくは成長しない可能性もありますね。まあ、悪くはないんですけども、ちょっとっていう感じですね。すみません。島根県住みます。芸人というのをやっております。ABCD 湯加減東野昴郎と申します、えー。毎週予想の方と、あとは結果分析、まがいのこともやってますんで、よろしくお願いします。えー、相馬が日本一を目指して頑張って頑張っているというか、あの勉強しています。よろしくお願いします。どうも、すみません。